ノーマン・デイビス・ノーマン・ヘゼカイアデイビスは、アメリカ合衆国の実業家、外交官。ウッドロー・ウィルソン政権で財務次官補と国務次官を務めた。1878年8月9日、デイビスは、テネシー州ベッドフォード郡において誕生した。デイビスはキューバにおいて、金融取引と佐藤交易を行い、財を築いた。 デイビスは1905年から1917年までトラストカンパニー・オブ・キューバを経営した。デイビスとケアリー・グレイソン・ウッドロー・ウィルソン政権下の1918年、デイビスは公務員となり、その後の生涯を政府書機関で過ごした。デイビスは最初にイギリスとフランスで経済外交官として勤務した。パリ講和会議には外交官として参加し、ベルサイユ条約のうち、 231条作成に、ジョン・フォスター・ダレスと共に携わった。続いて1919 19年から1920年まで、財務時間法、1920年から1921年まで、国務時間を務めた。国際連盟では、1924年のクライペダ・コンベンションを主導。デイビスは1927年に、ジュネーブ国際経済会議に、 1932年にジュネーブ軍縮会議にそれぞれアメリカ代表として出席した。また1936年から1944年まで外交問題表議会議長を務めた。1920年、アメリカ赤十字社の中央委員会はデイビスを顧問役員として迎え入れた。1938年、フランクリン・ルーズベルト大統領は デイビスをケアリー・トラバーズ・グレーソンの後任としてアメリカ赤十字社会長に任命した。また同年、デイビスを国際赤十字でも会長に就任した。デイビスはアメリカ赤十字社と国際赤十字において死の直前まで指導的役割を担い続けた。第二次世界大戦が開戦し、アメリカが参戦すると赤十字社に参加するボランティアの数は 飛躍的に増加していった。デイビスは戦争に巻き込まれた民間人の犠牲者や戦争捕虜に対する包括的な救援プログラムを開始した。デイビスは赤十字社において献血などの新たな医療支援活動を導入した。1944年7月2日、デイビスは脳出血により死去した。妻と共に父親は18世紀前半にウェールズから入植した。 移民の子孫マクリンヘゼカや、デイビス、母親はクリスティーナリー・ショフナーであった。デイビスはマッキー・パスケルと結婚した。ありがとうございます。